全国高等学校柔道選手権大会は、毎年3月に東京の日本武道館で開催される高等学校柔道大会である。通称で春の武道館もしくは春高とも呼ばれる。全国高等学校体育連盟からは選抜大会として扱われている。昭和54年に全柔連、高体連、全国朝日放送により創設。3月31日と4月1日に武道館で開催された。当時は男子団体のみの実施であったが、後述される通り、1988年から個人戦、2006年からは女子団体も行っている。全国高等学校柔道大会、今秋季高校柔道大会に並ぶ高校柔道三大大会の一つである。かつてはテレビ朝日系列で中継されていたが、現在は NHK BS1 で録画中継されている。男子は第1回から、女子は第28回大会から行っている。男女とも47都道府県代表と北海道、東京都、大阪府、及び前年度決勝進出都道府県2チームの52チームで内閣総理大臣杯を争う。男子団体の優勝旗には主催者の一部として、テレビ朝日の名残がある。試合はIF試合審判規定により行う。ただし試合時間は決勝を除き3分。決勝は4分。ただし決着がつかない場合は代表戦を行う。歴代優勝校2011年の第33回大会は東日本大震災、2020年の第42回大会も新型肺炎のためそれぞれ中止、欠番扱い。2021年3月には2年ぶりに無観客で開催されることになった。ただし、男女の個人戦のみで、団体戦は実施されなかった。1986年より、全国高等学校女子柔道、体重別選手権大会が初めて実施される。1988年からは10回目を記念し、男女同時開催。加えて、男子の無差別も加わった。この当時の個人戦は、文京スポーツセンターや東京武道館を会場として使用していた。その後、2005年をもって一旦打ち切られるものの、2010年より復活した。しかし、以前のような男子は無差別のみ、女子は7階級とは異なり、男女各5階級で争われることになった。階級区分。2010年から2015年、2016年過去の主な優勝者オリンピックや世界選手権でメダルを獲得した選手。ありがとうございます。